こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、ジルジャンですね、 K カスタム、スペシャルドライライドの21インチのご紹介です。では音の方を聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。いわゆるね、こうがっつり抜けのいい粒立ちのいいライドではなくて、ドライなので、まあドライの反対ウェットですよね。こうドライっていうウェットじゃないですね。こう音の粒がこう割とはっきりしていて、音がこうカサッとしている、ちょっとドライな響き。そしてまあ重さもね、そんなに重いわけじゃないんですけれども、あの粒はしっかりしていて、かつクラッシュもしやすい。形を見るとですね、こうベルもそんなに高さがあるわけじゃないんですけれども、ベルも綺麗になってくれますし、いわゆるまあ音の減衰も短め、そして裏側はですね、こういうふうに、レイジングしてあります。ハンマリングの感じ見ると、やっぱり大きなハンマリングがドワーッと全体に入っていまして、小さなハンマリングですねが、こうもうこれぐらいの、これぐらいの幅ですね。で、まあ、ランダムな感じでね、入っています。とても使いやすくて、僕としてはすごいインストルメンタルな音楽とか、インストもいいし、でもあの僕の中でこうちょっとこうなんていう酒ロックみたいなやつとかにもいいかなとか、なんかいろんな音楽が、こんな感じがいいかなっていうのが出てきました。ぜひぜひ、酒ロックだと割とインストか、あの歌物とか、ね、あの星野源さんとか、ね、もういいんじゃないかなと思いました。実際あのなんかこう叩いていてすごい気持ちよくて、コントロールしやすいので、選んでみるシンバルの一つとしていいんじゃないでしょうか。あと21インチっていうのがこうなんかシンバル好き心をくすぐっていいですね。ということで今回ご紹介したのはジルジャン K カスタムのスペシャルドライライド21インチのご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。